東洋の聖人諸葛孔明です。諸葛孔明をご紹介したいと思います。諸葛孔明といえば中国三国時代の蜀の政治家、軍師家です。天才軍師家諸葛孔明の転機は劉備玄徳に三顧の礼で迎えられた時にあります。身分も年齢も下の諸葛孔明に礼儀を尽くした態度に感銘を受け、この時より劉備玄徳を主君として仕えたのでした。この三顧の礼よく聞きますね。この三顧っていうのは三度尋ねるという意味です。中国の三国時代、蜀の劉備玄徳が諸葛孔明を軍事として迎えるため礼を尽くしてその草案を三度も尋ねたという故事に基づくことから、この三顧の礼という言葉ができたんですね。もう本当は諸葛孔明はこの劉備玄徳の態度に感激し、その後劉備玄徳のために生涯を尽くしたんですね。劉備玄徳の誠が諸葛孔明に通じたのでした。これで劉備玄徳の蜀の国の礎ができるのでありました。ここから始まるわけですね。実はですね、諸葛孔明の評価は軍事よりも政治なんですよ。まあ軍略家ということなんですけども、手腕は政治手腕の方が高いんですね。時代に合った政策や公正な政治を行い、民から支持をされました。規律を重んじ公平な政治手腕は国家の発展をもたらしました。諸葛孔明の能力というと、なんかこう軍事力のような感じがするかもしれませんけども、今ではですね、政治力と統治力がこの諸葛孔明がやはりすごいんではないかという、この点が評価されているポイントに今なってますね。ちなみに諸葛孔明の奥さんはですね、まあ美人ではない、つまりブサイク、ブスなんですね。しかしですね、とても賢く家を安心して任せられたんですよ。ですので諸葛孔明は女性を見る目もあったということですね。そういうところでも統治能力、政治能力があるということが、まあ、言えるのかもしれませんね。でもちろん諸葛孔明といえば知恵者ですよね。知恵者、神をも驚く知恵者ということでも、有名でした。まあ、そういう諸葛孔明に、味方をしてもらえば、もうすごい人生が歩めるということになります。諸葛孔明、今回は諸葛孔明をご紹介いたしました。諸葛孔明で絶対開運。